はい、撮りました。はい、皆さんこんばんは。教育百貨店の平野と申します。今回ですね、重大発表がございます。今回ですね、また何回今回っていうかですね、今回ですね、ホームページの方を作成いたしました。で、これですね、こんな感じ。はい、ちょっとマネージャー映してください。こんな感じですね。で、いろんなメニューバーあるんで、そこからいろいろ情報見てみてください。ただ、基本的に YouTube の内容が多いんですけど、新しい項目としては、ちょっと、こっち、俺で映して俺。新しい項目としては、LINE アットを、LINE アットじゃないか今。教育百貨店の LINE を作りましたので、なんか相談事がある人は、できれば LINE から相談してくれると嬉しいです。Twitter の DM でなんか僕のですね、通知来ないんですよ。オンにしてるのに。なぜか。なので、返信遅れるんで、LINE 追加できる方は LINE の方がよろしいかなと思います。うん、こうやって今喋ってる最中に LINE がブーブーなってます。なんか喋ろうよ、マネージャー。めっちゃ黙るやん。いや、ちょっと角度を揃えるのに集中して。あー、この間言ってましたよ、それはね。カメラマンやりながら喋りながら無理みたいな話してましたね。まあでも今日は歩いてないから喋る。立ってますね、でもね。はい、ホームページね、めちゃくちゃ疲れましたよ、作るの。まあ、ホームページ、作ってあったんですけど、ずっと眠ってましたね。そうですね。年間で3万円のランニングコストを、無駄にしてました。はい、ずっと。で、眠らしてたんですけど、さすがにもう、規模が少しずつやっぱ大きくなってきたんで、必要かなと思ったんで、手直しをして、必要な情報を載せて、まあ、公開するに至りました。LINE アットも、LINE アットじゃないって。企業、何これ、ちょ待って、なんていうのこれ。LINE オフィシャルアカウントですね。っていうのがあるんで、それこれ教育百貨店用の LINE になってるんで、まだ登録者6人しかいませんから。じゃあ、ね、今さっき作ったところなのに6人もいるのすごい。そうそうそう、さっき作ったばっかりなのにみたいな。ツイッターで絶対に誰かがリツイートしたやつに、あ、登録しようみたいな感じで多分登録してくれたんじゃないかなと思います。ちなみにね、こっちからはね、何人登録されてるか分かるんですけど、誰が登録したか分かんないんですよ。で、メッセージで送られてくると、まあ、誰かは分かってしまう感じですね。分かってしまう。分かります。もちろん分かります。メッセージ送ると分かってしまいますんで、個人情報バレたくない方は、追加だけして、まあ、LINE を送ってこないっていう感じがいいのかなと思います。なんかそこから情報発信することがあるってことですか？ですね、LINE これ一応、月に1000通まではこっちから一括で送るの無料なんですよ。うん。1000通までは。だから1000人。うんに月1回送る、うん、もしくは500人に月2回送るとか、うん、月3回333人に送るとか、うん、そういうのはまだ無料なんですけど、それ以上は有料なんで、もうちょっと稼げるようになってから、ね、送りたいかなと思います。まあ、とりあえずホームページを見ていただきたいなってのと、公式 LINE ができましたんで、登録したい方は登録してくださいねって話でございます。まあ、一応あとね、スポンサー見て。これ、マジで、ホームページの、スポンサーのところの、まあ、2番が、めちゃくちゃ面白いの、リリースされるんで、作ってるのは僕じゃないんですけど、めちゃくちゃ面白いの出るんで、え、何これって期待しながらちょっと見ててほしいなと思います。それ、リリースされたら、僕も告知するんで、よろしくお願いします。企業の方は、サポーなんだっけ、サポーターじゃなくて、プロデューサーじゃなくて、なんだよ俺英語苦手、もしかして俺らなんだっけ、スポンサーじゃなくて、そうスポンサーの1番はマサピーでございますんで、ぜひ見てあげてください。よろしくお願いします。はい、ではまた今後とも引き続きよろしくお願いします。明日も21時に動画投稿されます。よろしくお願いします。それではありがとうございました。